皆さん、こんばんは。はじめまして。일본의평화시민여러분안녕하십니까。일본과동아시아의평화나아가서세계평화를위해힘차게투쟁하시는여러분께열렬한연대인사를드립니다。日本の市民の皆さん、こんばんは。日本と東アジアの平和、そして世界平和のために一生懸命戦っている皆さんに熱い連帯の挨拶を申し上げます。저는한국의개진행도기록기념위원회공동대표박서근입니다。한국진보연대상임대표이기도합니다。私は韓国のパク・クネ政権退陣非常国民行動、略して退陣行動の記録記念委員会共同代表のパク・ソクンと申します。韓国進歩連帯という代表の常任代表でもあります。今日は反響手順連合政策審査不正運動事を紹介するか。また私と一緒に参りました退陣行動の政策チーム長の邱智順もここで、ご紹介申し上げます。박근혜정권지진촛불은정권에저항하여약6개월간에걸쳐전국150여개의시군에서타올랐습니다。매주주말마다모두23차례에걸쳐진행된촛불집회에는연인은1700만명이참여했습니다。박근혜政権退陣キャンドル行動は約6ヶ月にわたり全国150の市郡において燃え上がりました。毎週末全23回にわたって行われたキャンドル集会には延べ1700万人が参加しました。촛불혁명이성공한결과박근혜대통령이국회에서탄핵소추된후헌법재판소에서파면되었으며현재구속되어재판을받고있습니다。이후새대통령이선출되었는데이는한국에서1960년이후57년만에시민혁명으로권력교체에성공한사례가되었습니다。キャンドル行動が成功した結果、パク・クネ大統領が国会によって弾劾訴追され、その後憲法裁判所によって罷免、今は拘束裁判が進行中です。その後選挙を通じて新しい大統領が選出されましたが、これは1960年の市民革命以来、実に57年ぶりに市民の力によって成し遂げた政権交代です。한전일단계는위대한승리로마무리였습니다。대통령을바꾸고스스로를촛불정부라고부르는새정부가출범한이후여러가지의미있는변화가진행되고있습니다。특히한반도의평화의봄이승큼다가오고있습니다。모두촛불항쟁의성과덕분이라고생각합니다。이제민주주의와평등민중생존권과사회공동성강화평화와가족통일의새세상을위해촛불항쟁을촛불혁명으로완성시켜나가야할과제가있습니다。キャンドル行動の第1段階は偉大な勝利に終わりました。大統領を変え、自らをキャンドル政権と呼ぶ新政権の発足後、いくつもの意味ある変化が進行中です。特に朝鮮半島にはにわかに平和の春が近づきつつあります。すべてキャンドル行動のおかげだと言えるでしょう。今や民主主義と平和、生存権と社会公共性の強化、平和と自主統一という新世界の実現のためにキャンドル行動を次はキャンドル革命へと完成させる、そのための課題が今私たちの前に残されています。日本の主権者들이직접나서서평화법을부수고전쟁국가를추동하고있는아베정권부패한아베정권을퇴진시키는일은매우중요한과제이고동아시아의평화를위한새로운출발점이될것입니다。마치한반도와 동아시아에서평화의봄바람이새로불고있습니다。이번기회에한국과일본의평화시민들의힘을합쳐불가역의동아시아평화체제를확립할수있도록적극연대해나갑시다。日本の主権者が自ら立ち上がり平和憲法を壊し戦争のできる国づくりを進めようとする安倍政権、この腐敗した安倍政権を退陣させ
ということはとても急を要する重要な課題であり、東アジアの平和のための新しい出発点となるでしょう。まさに今、朝鮮半島と東アジアにおいて平和を呼ぶ春風が吹いています。この機会に韓国と日本の平和を求める市民が力を合わせ、不可逆的な東アジアの平和体制を確立できるよう連帯していこうではありませんか。日本で韓国を촛불시민들이다른정서를모아 LED 촛불을일본의평화투쟁시민들께전달하기로했습니다성공한한국의촛불투쟁이일본에도옮겨붙어서일본의평화투쟁이깊이꼭승리하시기를염원하는촛불시민의간절한마음을전해드리기위해저희들이온것입니다今回、ほんのわずかな気持ちではありますが、韓国の市民が日本の皆さんに LED キャンドルをプレゼントすることにいたしました。戦後、勝利に終わった韓国のキャンドル行動が日本にも燃え移り、日本の平和運動が必ずや勝利することを願っている韓国市民の切実な思いを伝えるために、私たちはこうしてまいりました。韓国へ、勝利しよう。共に勝利しましょう。저희도온김에한국에서저희들이촛불집회에서많이하던촛불파도타기를한번해보면어떨까합니다그래서ここにせっかくここまで来たので한국で私たちがやっていた촛キャンドルのウェーブをちょっとやってみたいと思います。자우선촛불을들어보십시오まず皆さん持ってください。구호를아베는대신하나둘같이한번외치는거예요아베는대신하나아베요다시있어요그러면서함성을함께지르면서여기서부터촛불을들었다가내리면서순서대로쫙여기반대되셨죠皆さん一旦落としてください。今言った安倍は退陣せよというのを皆さんで叫びながら、私から見て左側から、キャンドルを上げては落としっていうそういうウェーブを제가뭘외치면신호를하면촛불을들었다가내리면서이렇게가면촛불이파도가치게됩니다네제가叫びたら皆さん上げてすぐ下ろしてというそういうウェーブをちょっとやってみましょう。예그리고끝날때마지막촛불을높이들면서함성을지르는것으로뜻을냈습니다そして最後はみんなで一緒にキャンドルを掲げながら歓声を上げたいというふうに思います。아멘은대진하라아멘다시있어요함성시작歓声上げてください예이때가면안됩니다ちょっとダメです。그래서다시아멘대진하라같이목을외치고그다음에함성시작하면서부터함성을지르면서촛불을들고내리면됩니다순서를따라서그래서제가먼저아베와타이신세요と言います。皆様아베와타이신세요と言ってください。その後一斉に私が半層試着、つまり完成スタートというので、そしたらこちら側からわーっとこうウェーブをしてくださいということで、もう終わりということになります。다시해볼까요もう一回だけやってみましょう。すみません。アーメンは、敵だよ半層よ半層試着お願いします。